呂布たちは劉備とそれに組する曹操を破り勝敗から追いやる。だがその後すぐに彼らは連合し再度徐州へと進攻してきた。将兵の数と戦略に優れる曹操軍を前に呂布は徐々に後退。ついに本拠とする可否まで押し戻されるに至る。ここで負ければ先に待つのはまたしても流浪の日々か。いな、今戦場を包む空気は今までとは違う。呂布は確実に自分を討つという敵の明確な意思を感じていた。ならばそれを完膚なきまでに打ち砕き己が勝者となるまで。もとより呂布の天下はその繰り返しの果てにしかない。呂布、張良、陳宮は意を決して可否での決戦に臨む。乱世は今ここに一つの決着を迎えようとしていた。両方戦の部、誰にも止められはせん。曹操はこちらを完全に包囲するつもりですな。ふん、構わん。今度こそ俺がこの手で息の根を止めてやる。なりませぬ。また苦杯をなめることになりますぞ。我らがなすべきは城の利を生かし敵を誘い込むことです。援軍を演術に求めます。さすれば強撃がなり我らが優位に。玉殿、策も援軍もいらん。俺はこの力で全てを打ち倒す。父上、呂布殿、なぜ私の言葉を聞いてくださらぬのか。これでは呂布殿の天下も私の体毛も。策でつかむ天下など俺の天下ではない。俺はこの部で天下をつかむのだ。状況は劣悪。このままでは危ういか。いや、諦めはせん。呂布殿と同じく私も武に命を捧げた身。ならばいかな逆境も刃にて切り開くのみ。父上。霊気、お前は出るな。曹操も劉備も俺が全て倒す。おたわむれを。私はもう一人前の呂布軍の武将です。出撃のご命令を座して待つなど私には死に等しいことです。わかった。城の中枢の守りはわしに任せろ。だが危機に陥った場合は救援を頼む。敵が城内に入り込んでいるようです。このままでは。ふん、それがどうした。城に入られたところで何も変わらん。曹操も劉備も俺が全て倒す。門を開けろ。天下をつかむのはこの呂布戦だ。開門します。策も援軍も必要ない。敵はすべて俺が蹴散らしてやる。おそらく何かの策かな。
ここは慎重に対処せねばなりますまい。おお、来ましたね。学武器中枢への一番乗りを目指します。気は進まぬな。これも我が子ヨウのためだ。この炎航路が加勢しよう。ヨウレイジア、この炎陽が助けてやろう。この父を出し得たならば俺の妻となれ。強力に敵の家計部隊が侵入。兵糧が全て燃やされてしまいました。よし、そろそろ出番だな。まるで負ける気がしないぜ俺。最強の子を見せてやるね。武器庫に敵の家計部隊が侵入。備蓄の武器は全て焼かれてしまいました。敵を全て打ち砕いてやる。目立つ動きは命取りとなりますぞ。今は城から動かぬ方が良いでしょう。よくやった。おめでとうすぞ。やれやれ、よくも案内しんどいな。俺が行きゃひとひねりよ。消えろ。ここまで敵が侵入してくるか。他の戦線はどうなっておるのだ。たった一人で残る。まだ一撃の餌食になりたいらしい。押されているか。しかしここで負けるわけにはいかぬ。シュウエザ子ども、その首もらい受ける。いざ、シュウエザ子ども。お見事、見せつけてくれますな。さて
ことでございます。素晴らしいご活躍。李万世、またの名を藩が冴えるってか。今日はダメだ俺、調子いい時にまた頼むわ。消えろ、ゼロ。戻って策の練り直しだ。城内に気を取られてくれて嬉しいよ。おかげで水系がうまくいきそうだ。うわ、水、川の水が。これじゃ城が沈んじまう。ああ、水、水とは予想せなんだ。この新広大がいるのかということか。敵を迎え撃ち、体勢を整えなくては。援軍とは願ってもない。ここから巻き返しましょうぞ。次こそよろしきお働き。呂布に付き合っても沈むだけだ。なあ、呂布の首を見上げに早々に下るぞ。呂布に付き合って死ぬことはねえ。俺たちも加害だ。壁があるからならば壁を取り払えば水は止まる。早く壁を壊せ。グズグズするな。壁は我らを守るもの。それを除く意味はお分かりなのか。不審な兵を発見した。私が迅速に排除する。いい、邪魔をするな。貴様らは俺がなぎ倒してやる。ああ、敵だ、敵が来た。壁壊してる場合じゃねえ。
奴らだ。城壁を壊して水攻めをしのぐなんて。
望んだから容赦せぬぞ。気は済んだか、呂布よ。貴様の乱世はここで終わるのだ。呂布は死力を尽くして曹操と劉備の軍と戦った。張良、陳宮も奮戦し、数えきれないほどの敵を撃った。だが彼らの力をもってしてもなお戦の趨勢は覆らない。兵は倒れ、将は傷つき、呂布の軍は次第に軍としての姿を失う。最後に残ったのは満身創痍で奇声を上げる呂布たちだけだった。曹操は勝利を確信すると、将兵に命じ呂布たちを捕縛する。洛陽での十条寺の乱から10年にも満たない歳月、戦い、奪い、奪われ、ひたすらに騒乱の中をかけた日々。抱いた野心も燃やした怒りも全て戦場の中へと消えていく。烈火のごとく生きた乱世の鬼神呂布、今その最後の時が来た。呂布殿、私の策に
策にさえ従っていただけていれば。策だと？策など俺の部の邪魔をしただけだろう。邪魔とは随分な物言いですな。策を聞く耳さえ持っておられれば負け戦などなかったでしょうに。やめられよ。お二人とも矜持を損なわれるな。ふん、座興は終わりか。では貴様らに問う。わしに仕え我が波動を支える気はあるか。とうたく一人も殺せなんだ男の道、なぜ支えられましょうや。逆に曹操殿が私の道を支えるのであれば手を貸してもよいですがな。棒に散る男の軍師として名を残すと、この鎮光台、生涯の不覚だが、その防衛とも今日ここまで。来世こそは必ず我が地を天下に轟かせん。敗将には語るべき何事もなし。ふん、敗将とは笑わせおる。貴様は呂布の部を追うだけの男、いまだ何者でもないわ。わしの戦場で戦い部を求めよ。死にたくばそこで死ぬがいい。連れて行け。そうそう、貴様が俺を使うだと？ふざけるな。ふん、わしでは不服か。劉備、お主が呂布を使ってみるか。生かせば乱世は深まるでしょう。ふん、聞いたか。貴様はここで死すべき男よ。貴様らごときが俺は最強の両方戦だ。よかろう、それは覚えておいてやる。さらばだ、乱世の鬼神よ。